てるところからやった方が良かったかしら。なんかお水にさらされないだったらさ、細かくしないとね、茎を食べるから。だいたいこのこれが浸したぐらいに、具がね浸したぐらいにさ、あんまりね、これはもう好みでいいんですけど、自分でね、こうやってあれしてしっかり味付けたら本当に美味しいから。ここもね、このおつゆをあんまり入れないように、定番我が家の定番のこうご飯。ここの香りがすごい美味しい。湯入れるとほら青さが光るからさ、うん、それでアク抜きする。茎が太いとね、美味しいだよ。それで、はい、これが春。ね。